リゾチームの三次元構造リゾチームの単結晶リゾチームとは、新生細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素である。この作用があたかも細菌を溶かしているように見えることから、陽菌酵素とも呼ばれる。人の場合涙や微重、母乳などに含まれている。工業的には、卵白から抽出したリゾチームが、食品や医薬品に応用されている。 この酵素は1922年にペニシリンの発見で知られるアレクサンダー・フレミングによって発見された。陽菌を表すリュシスと酵素を表すエンザイムからリゾチームと命名された。ニワトリランシロリゾチームは129個のアミノ酸残機により構成される。酸性アミノ酸に対して塩基性アミノ酸の数が多いことと分子量の割に SS 結合が多いことが特徴である。 グラム染色陽性の菌に採用し、グラム染色陰性の菌には採用しない。これは、それぞれの菌の構造の違いによるもの。グラム陽性菌の細胞兵器は、N、アセチルグルコサミンと、N、アセチルムラミン酸とが、β マイナス1、4結合した、多糖類を主成分とする、ペプチドグリカン層により構成されていて、ここに、リゾチームが採用する。一方、グラム陰性菌は、 この細胞壁の外側に、さらにリポタ等による外膜が形成されているため、リゾチームが作用されても細胞壁成分は完全に分解されない。しかし、硬いペプチドグリ乾燥が分解されるため、その形状は維持できなくなり、球状を停止する。リゾチームによる、陽菌作用を受けやすい菌としては、枯れ草菌、マイケラコカス、ライソディクッティカスなどが知られている。 食品添加物としては日持ちを向上させるために用いられる。特に、グリシンと併用したり有機酸により、pH を調整することで効果が高まることから、ランパクリゾチームマイナスグリシン、有機酸を組み合わせた製剤の形で、食品メーカー向けに流通している。塩化リゾチームは、グリコサミのグリカムを分解する作用があるとして、日本でも医薬品として主に風邪薬。 福尾空炎向けなどに広く用いられていたが、有効性が確認できないとして、製造販売を行っていた各社は、2016年3月販売中止と、回収を発表した。なお、2011年2月、再評価試験で、プラセボとの優位さが認められなかったため、武田薬品工業は、消炎酵素製剤、ダーゼンを自主回収した。ただし、 ダーゼンの一般名はセラペプターゼで、米国ではサプリメントとして分類され、一般に販売されている。ありがとうございます。